こんにちは、星座チャンネル花とアナとアキです。これさ、マグウェイの病院のやつ言える？アンナ前、ひなたちゃん一回言った。言ったね。病院、ね、オープンしましたぞ。はい、オープンしました。完成したね。はい、大きいよ。綺麗し、大きいし、綺麗し、まあ、小山はもっと綺麗に なりました。その病院の病院のイメージで。あー、大きくて新しい綺麗な病院できたから。はい、はい、ねえ、大きいよね、これ。本当に綺麗。そう、ママ本当に綺麗、ね。なかなかこんな立派な病院はね、ないよね。病気が治りそうだね、ここだったら。そうね、病院の場所を見たら治りそう。気持ちはいいとかね、気分は悪いんですけど、病院に行って、あ、病院きれいなと思ったら治りそう。大事よ、やっぱり病気治しに行ってさ、はい、汚いところに行くよりもさ、そう、はい、ね、綺麗なところでやってもらった方がね、治る気がするもんね。そう、お金かかる同じから綺麗な病院に行きたい。そうだね、お金かかるの一緒だったら綺麗な病院がいいね。はい。なにこれ、サウンジ定期センターで、え、どういうこと、レイプ。はい、レイプ。嘘でしょ。え、嘘じゃない。そうだよね、嘘じゃないよね。え、タウンジーです。タウンジー大学で、大学のこれデッサンだ。警察のキャンプで犯されましたっていうニュースになってるんだけど、誰にやられちゃったの。女の子に、知らないの、男一人は。あ、知らないの、男一人が、警官。警官、警官、ポリス。何、ポリス。うん、4番だな、警官。あ、うん、そうだね、警官だね。アンナちゃんずっと言ってる。あれ、警官とか警官とか、なくしや、あ、ちょいちょいね、ジェスキャンだ、なくしや。警官で、今言っていましたって。いや、私は言うですけど、私のことあまり信じられませんから。そうですよ、ずっと英語で信じられない。よかった、よかった、妹ですけどね。アネのことあまり信じられません。いつもアネはね、ちょっと違うの、言葉言うから。お姉ちゃん信用できないんだ。レイプね、それね。ひどい話。怖いね。怖いよ。はい。人ないかな。一緒にこれでやってるの男かな。どう。ああ、そういうことか。はい。はい。うん。一緒にちょっと隔離されてて。ナイフでね。ナイフで？はい。その男はナイフあるです。はい、あ、脅したんだ、ナイフ持って言うこと聞かなきゃダメだよって、危ないよって言って脅したんだね。そうですね、私からその男のチにやっていました。あっちで。でもあなた力ないから危ないでしょ。力あるよ。みんなであれだね、空手かなんか習おう。そうね、やっぱね、治安が悪いから、もうどこにいても安心できないじゃない。こんな隔離されててもさ、こんなことあるんだよ。ポーダリンティラバレポーポーライヨヤブリミヤネヤリオジャプサミシュラリママオビョママオビョママもう一個ニュースあるね。何？教えて。今オーライショーやってるの。ほう。その何？奥さんと旦那さん。旦那さん二人。この二人は今のお金を引いてやってるの。ビデオ。
て出ていました。火でやってるのビデオってどういうこと？燃やしてるってこと？あ、はい、はい、燃やしてることです。お金も、はいはい、お金を今日の朝1時半ぐらいにそういうライフでやってっていう、うん、今のお金交際チャット、そうそう、交際チャットを始めて、うん、燃やすんだったらドネーションすればいいのにね、はい、そうですね。でもね、その2人は薬、うん、悪いの薬、うん、やってるから、うん、はい、はい、うん、はい、あまりちょっと頭は しないからそれやってると言っていました。あ、薬やっててちょっとおかしくなってたんだね。はい、そうそうそう。でそれライブでやったら面白いなって思っちゃったのかな、はい、でも朝から朝からポリステーションに行きました。そうね、そう、今ね、お金を燃やす、いいね、2年くらい、うん、刑務所捕ま、悪い人、刑務所、刑務所、はい、うん、はい、はい、刑務所、はい、その二人は2年くらい、うん、うん、はい、そうですね。ね、お金を燃やすのももちろんだけど、踏んだりとかもさ、ダメよね、大切に使わないと。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは花とアンナとアキでした。たたたー。